2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半前先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。半前先生ですけども、今回新しいインジケーターをやったんですけども、まだ8連敗してしまいまして、もう結構死になってしまいました。1万円ぐらいね、今月ね、ということでデモライブからデモでちょっと投資方法、インジケーターから投資する方法を考えたいと思います。場合によっては私は今年から年金申請して早取り年金で、たった3万円だけですけども、月3万しかないんでね、で受け取ります。そんなことでね、3万4千ですね。あと厚生年金基金があるんで5千ぐらいプラスになるんで、あとでね、3万9千ぐらいですね。たった3万9千ぐらいで、ということになります。億万長者がね、たった年金3万9千ですね。後からね、今年申請してもらって3万4千円、3年後、あ、4年後、厚生年金基金が入るんで、5千プラスでですね。だから3万9千だけ月の給料で生きることになります。今稼げないとね、大変厳しい事情です。私は自分のテニスコート場とかですね、土地を ここはミネラルウォーターがいい土地の場所なんですよ。早稲田大学の教授から分けてもらった別荘ですね。今オンボロになっちゃいましたけど、で、鉾田市青山にねテニスコート場と、65坪のテニスコート場ですね、自分用ね。非常的に芋とか育てられるというところですね。それから霞ヶ浦にも土地買っといて豪邸建てるときにいいなということで買ってあります。それから駐車場も貸してるんですけど、政府にね130何坪ね、再来年ぐらいで、契約が切れて、駐車場の家賃収入はなくなりますね、全くゼロになります。でその土地をどうするかという、役所に500万で買ってくれないかとは言ったんですけども、買わないなんて、買わないというような予算がないということで、ね、言ってたんで、で、年金たった3万4000円もきついですね。後から5千プラスになりますけども、今収入がないと そういうことになってしまいます。で貧乏年金ということでね、なってしまうので、早くそうして稼がないといけないということでね、貯金も使い果たしちゃったんで、もうあと1年しか持ちませんね、生活費がね。年金もらわないと生きていけなくなっちゃいます。貧乏年金3万の年金でね生活しないといけないという厳しい中で、10連敗は大きいですね。稼いでね満期でもらいたかったんだけど、年金もね、国保年金は満期7万円月もらえますからね、65規定の水準で年金もらえば大体満期になるんで、5年ねちょっと遅らせればね、65から70にするとフル満期なんですね。だから7万円ぐらい月入るんですよ。それで今年からもらうとなると3万になっちゃうんで、しかししょうがないなということでね、やっております。できれば私のインジケーター買っといてください。まだ稼げてませんけどね、買っとけば半年ぐらいまた生活費が
で生き延びられますからね。規定の時間に年金もらいたいですから、65からですね。去年はもう還暦過ぎまして、ね、今年新しく今年61ですね、なわけです。あ、彼女も心配してくれててね、20歳年下の彼女もいまして、なかなか大変なんですけれども、貧乏年金、3万年金ということでね、なっちゃうと、私、本物貴族ですからね、大変ですよね。それから、土地なんかも管理しないといけないんでね、今忙しくて、自分の持ってる土地、4つ土地持ってるわけですね、ここ入れてね。見回りに行かないといけないんですけど、なかなか時間がなくて行けません。手入れもしないといけないですからね、自分の土地のね。お金なかったら売っちゃえばいいんじゃないかって、そうはいかないんですよね。売ってもそんな、売ってもお金にはならないけども、財産としては価値があるということですね。お金なくなった時にね、じゃがいもとかさつまいも育てられるわけですよ、土地持ってるとね。そういう、貧乏で使える、ね、非常手段で、ということなんですね。年金がないから3万しかないわけですからね。そういうことですね。畑も大きいのはね、10単ぐらい、 5単か10単ぐらいかな、手に入れるということで前、やってたんですけど、その時にね、固定資産税はないんだけども、あれなんです、政府に納めるね、財産管理ですか、なんかで年間の固定資産税とは別に同じように。